今回はボンゴのボディの全塗装準備その1です。塗料のノリを良くするための足付けの前にボディに貼ってあるシールを剥がしていきます。素手ではどうにもならなかったシールが秘密兵器で面白いように剥がれていきます。それではシール剥がしスタート。焚き火と村、今回使用するのは SK11 消シールハードタイプ1630円。経年劣化でガチガチのシールをボディに傷をつけずに剥がすにはどうすればいいか探していたら、こんないいものがあるんですね。インパクトドライバーに取り付けてゴム製のビットを回転させて消しゴム感覚でシールが剥がせました。ゴム自体が削れながらシールを剥がしていくのでボディや塗装面に傷もつかずに安心して使えました。消シールのタイプですが、ハードタイプとソフトタイプの2種類があり、今回はシールを剥がした後にボディ全体にヤスリをかけて塗装をしていくので多少傷がついても別に構わないから効率重視でハードタイプにしました。それでも傷がつくとかは一切なかったです。ただシールを剥がすだけであれば時間がかかったとしてもソフトタイプの方が安心かもしれません。初めて使ったので最初は探り探りだったのですが、だんだん慣れてくるとシールの端から消シールを入れて削っていくと効率よく剥がれていきます。とにかく消シール自体の削りカスがたくさん出るので、削っている下に養生をしておいた方が良さそうです。削るのに力は一切いらないのですが、回転する消シールが滑って他の場所に行かないように体全体でインパクトドライバーを抑え込むように使うのが良さそうです。10分とかからず削り終わりました。次はエンブレムを剥がす道具なのですが、これは正直使い方が下手なせいで何度も糸が切れてしまいました。やっている最中は気づかなかったのですが、エンブレムの角に糸が直角に当たっているとそこから切れていたみたいです。何度か糸を結び直して挑戦するのですが、エンブレムの上の部分がなかなか剥がれません。これなら両端に五円玉を結びつけた釣り糸でも良いのではと思ってしまいました。結局最後はパワープレイで引っ剥がしにかかります。意外とあっけなく外れました。今度は残った両面テープを削り取っていきます。こちらはボンゴステッカーよりかなり強力にこびりついているので少し時間がかかりましたが、素手でやることを考えると吐き気を催す喉の痛みが出てきそうになりますね。エレクトリックの凄さに頭が上がりません。こういう便利な道具があると無意味にあらゆるシールを剥がしてみたくなります。大変なはずのステッカー剥がしも楽しくなります。松田ってなぜ MAZDA Z かご存知ですか？実は社名の由来は創業者松田茂次郎さんの生徒英知、理性、調和を司るゾロアスター教の主神アフラマズダーに由来しているそうです。知、理性、調和とはまさに私に足りないものが詰まっていると言えますね。ボンゴステッカーよりも劣化が少ないのか、マツダステッカーはスルスル剥がれていきます。細かい部分を目視で確かめながら、残りのないように削ります。最後に、糊の残りをシリコンリムーバーで拭き取っていきましょう。次は最大積載量ステッカーを剥がしていきます。この最大積載量ステッカーは車検の際に必ず必要になるので塗装後に新しいものに変えます。最大積載量ステッカーは様々なものがありますが、英語表記のものは車検に通らないのでご注意ください。
またマグネット式も NG な場合があるのでよく確認してから購入しようと思います。で、SNS で車検の際に最大積載量ステッカーが劣化で一部が剥がれてしまっていたため、ボディに直接マジックで書かれたという投稿があったのですが、日本語表記で簡単に剥がれないのであればボディに直書きでも良いみたいですね。その状態で車検から上がってきたら悲しいですけど、また最大積載量には関係ありませんが、車検の際に車の重量が車検証に表記されている重量からプラスマイナス 50kg 以内でないと不合格になるそうです。これから内装をカスタムすることを考えると、その辺の工夫も必要になりそうです。それでは最後にリアのエンブレムを剥がしていきます。こちらはフロントと違ってステッカーになっているんですね。剥がしやすいのは良いことです。ちなみに普通のエンブレムですが、飛翔や将来への希望などが込められているそうです。フライングレムと呼ばれるこのエンブレムにはマツダの M だけでなく翼をモチーフに作られており、企業のさらなる発展やスピード感、常に変化することをやめずに革新的に進んでいくという思いが込められています。また発祥の地広島の首相もモチーフになっているそうです。確かに似ていますね。今回は5枚のステッカーを剥がしたのですが、元の形と比べると消シールが随分減っているのがわかります。1つの消シールでどれくらいのステッカーが剥がせるんですかね。シールのおかげで一番大変そうだったステッカー剥がしも無事に終わり、あとはボディ全体をヤスリがけをして塗装ができます。まだまだ工程は続きますが、早く塗装がしたくてうずうずしてきますね。塗装準備第2弾、塗料のノリを良くするために全体にヤスリがけをしていきます。最大の懸念点は前オーナー様が塗った表記じみた車掌を隠すための雑塗装、液だれがすごいんです。このデコボコを鳴らすために2時間かけて作業していきます。塗装において最も重要と言われる足付け工程、果たして無事に成功するのか、ぜひ次回もご覧になってください。チャンネル登録お願いします。